ダウンタウンデラックスは、読売テレビの制作により、日本テレビ系列局で1993年10月21日から、毎週木曜22時23時に放送されている、トークバラエティ番組であり、ダウンタウンの冠番組でもある。略称は、デラックス、または D D、DTDX。すでに活動の拠点を東京に移していたダウンタウンが、大阪にある。 読売テレビ本社で大物ゲストを迎え様々な角度からトークを聞き出すといった内容の番組としてスタート。この番組を最初に企画したのは白岩久也。しかし二人は多忙を極めていたことから大阪収録のトーク企画は1994年初旬までとなり以降は東京での収録がメインとなる。1998年10月以降は 毎週数名の芸能人をゲストに迎え、写真やエピソードを紹介しながら、ゲストの素顔を探る内容に変更。ゲストは、俳優、タレント、アイドル、お笑いタレントなど多彩な顔ぶれだが、短期間にゲストが何回も出演することが多い。数年に一度、番組のリニューアルを行っており、番組初期と現在では全く番組内容が異なる。かつては、 国民投票などのクイズ番組、3回投げて、などのゲーム番組形式を取り入れていたこともある。1994年度前期には、NNN 今日の出来事が、フライングスタートを導入することに伴い、当番組は、一旦22時55分まで1分延長されたが、NNN 今日の出来事の開始時刻繰り上げに伴い、再度1分縮小された。 2013年10月10日からは、後続番組、ニュースゼロのフライングスタート廃止に伴い、当番組は23時まで6分延長された。2007年5月3日、放送分より、ハイビジョン制作を実施。地上デジタル放送では、デジタルハイビジョン放送、データ連動放送を実施。2020年4月16日放送分より、 新型コロナウイルスの感染予防のため、番組開始史上初めての無観客での収録となった。また、従来の左右に、ひな壇というスタイルから、討論番組のような円形に囲むスタイルへと変更された。2020年10月8日から、読売テレビと日本テレビにて、直前の21時54分枠に予告番組、間もなく、ダウンタウンデラックスを放送。 ただし当番組の単独2時間 SP をはじめ、木曜21時枠の秘密の県民商局の2時間 SP や、秘密の県民商局と当番組の合体2時間 SP の時は枠を22時54分に繰り下げ、ニュースゼロの予告番組間もなくニュースゼロに変更する。なお日本テレビ側は2021年6月10日放送をもって終了したが、 読売テレビ側は引き続き継続となる。改変期や夏、年末には2時間前後のスペシャル番組、ダウンタウン DXDX、またはダウンタウン超デラックスが放送される。また、年2回程度行われる未公開トーク集では、木村雄一が得意の料理などでダウンタウンをもてなしていた。2006年6月29日には初めて3時間スペシャルが放送された。 なおクイズ番組時代、番組クレジットがダウンタウンデラックスではなくダウンタウンデラックスとなっていた時期があり、スペシャルの際はダウンタウンデラックスデラックスと表記された。2009年3月19日には番組開始以来初めて沖縄から特番が生放送された。これはこの日に沖縄国際映画祭のオープニングが行われたためでもあり。 大抵の出演者はこの映画祭にも参加した。翌年以降も3月下旬には、沖縄国際映画祭の開催に合わせて、沖縄からの特番が生放送されている。なお、2017年の沖縄スペシャルに関しては、生放送は行わず公開収録となった。2013年8月末には、読売テレビの開局55周年と番組の20周年を記念し、 19年ぶりに、読売テレビ本社屋で収録が行われた。この模様は、同年9月26日に2時間スペシャルで放送された。2014年7月3日には、秘密の県民賞との合体スペシャルが放送され、美野文太が、約19年ぶりに当番組に出演した。同年10月16日2015年10月8日にも2時間枠で、 2016年1月14日には19時56分22時54分の3時間枠で秘密の県民賞との合体スペシャルが放送された。同年4月14日にも2時間枠で放送されたが放送途中の21時26分頃に熊本県で大地震が発生したことから報道特別番組に差し替えられ途中で打ち切りとなった。 2015年4月16日には、秘密の県民賞ダウンタウンデラックス春の豪華リレー、SP と題して、秘密の県民賞とのコラボが行われた。2014年10月2日には、番組開始以来初めてゲスト入れ替え制の2部構成での、スペシャルが放送された。以降のスペシャルでも、同様の構成で放送されている。収録は主に、東京メディアシティ内。 TBS が所有するキヌタケイ,イスタジオで各週木曜日行われる。トーク主体のバラエティ番組の収録時間は通常、放送時間の数倍もの差しに及ぶものが多いが、本番組の収録時間は1本あたり約70分と比較的短い。これは番組の勢いやライブ感を重視していることや、番組観覧に来ているお客さんが飽きない時間に、 収録しなければいけないとの考えに基づくものであるという。通常、バラエティ番組の前説はエディもしくは、まだ番組に出られない下積みの若手芸人などが行うことが基本となっているが、当番組に関しては放送開始当初から一貫して、ダウンタウンの二人が前説を担当している。この前説の模様は、オンエア上ではごく一部が放送されるだけのもので、あったが、 2013年にダウンタウンの前説というタイトルで DVD 化されたため全編を通しての視聴が可能となった。2019年現在まで前後巻が発売されている。読売テレビ本社にあるトスポの顔が描かれたポストダウンタウンの間にあるテーブルの上にはゴングとハンマーが置かれておりゲストが危ない話やくだらないオチのトークをした場合、浜田が ハンマーでゴングを打ち鳴らして、トークを強制終了させる。また、エンディングでは、収録を終えたダウンタウンと、ゲストが休憩コーナーで、思い思いに話している様子が映し出される。このコーナーは、毎回加納姉妹が出演しており、合計金額の1位は、加納京子、2位は、加納美香であることがお約束となっている。 番組史上最高額は2021年11月11日放送分の、カノオ京子、カノ姉妹のファビュラスワールド A タイプで、推定総額12億9765万円となっている。なお、2015年12月31日木曜日に放送された、ダウンタウンのガキの使い荒編で、絶対に笑ってはいけない名探偵24時では、 クーコーナーのパロディが放送された。トークの合間のミニコーナー1994年2月から1997年3月までの約3年間はクイズ番組として放送された。2名一組の4チームによるチーム戦で、スペシャルの際は8チーム戦となった。田代正氏がレギュラー回答者で、それ以外の回答者はゲスト、または準レギュラーとなっていた。 コンセプトはギャンブル。街角での一般人1000人へのアンケートをもとに、パネラーがアンケートの回答を予想する。優勝チームは、得点に比例した賞金を獲得した。所持金が倍増、または半減にする、仕組みのクイズが多く、後半になればなるほど、得点の動きが大きくなるシステムをとっていた。デラックス国民投票のみ、クイズスタイルから、ゲーム番組に、 リニューアル後の1997年春スペシャル以降も1999年9月まで引き続き行われたクイズ番組時代の主なコーナークイズ発想時点の代わりに始まったコーナー有名人の声のみが流れるのでそれが誰のものかを当てる日本人のアイウェオの代わりに始まったコーナー花札の老いちょ株をベースとしたクイズで あるアンケート調査のベスト10の項目が出される。項目は同じだが、男女別2つに分かれており順位は隠されている。ダウンタウンが親となり、まず松本が男女どちらか片方のカードを各チームに配り、最後にダウンタウンがカードを引く。アンケート結果の順位が最初の数字となる。この結果を参考に、明かされていない方の性別のアンケート結果の順位を、 予想し、二つの順位の合計の元1一桁が急に近ければ勝利となる。まずダウンタウンがカードを選び、各チームはダウンタウンが選んだカード以外の中からカードを選ぶ。各チームの選んだカードの順位が発表されて勝負する。下一桁の数字が決定した後、親のダウンタウンの選んだカードの順位が発表され、 下一桁の数字が、親のダウンタウンより大きければ回答者の勝ちで、得点が倍増、同数以下の場合は、ダウンタウンの勝ちで得点が半減する。ダウンタウンが9を出せば、回答者は、必然的に全員負け、回答者が0を出してしまうと負け決定となる。1997年3月の春スペシャルから1998年9月までの、約1年半は、 クイズからゲームに主題を移して行われた。引き続き田代正氏がレギュラーで、それ以外のパネラーはゲスト、または準レギュラーが出演したほか、進行は浜田が単体で行い、松本もパネラーとしてゲームに参加していた。チーム戦から個人戦へ変更となった。得点単位は引き続き点。ゲーム番組時代の主なコーナーすべて。 吉本 R&C から発売。ありがとうございます。